いた時それがもう全部打ち砕かれたんだよ。あ、想像とかさ、打ち方とかもやっぱりさ、特にセンターって見えないんだよ。なんか低反発バットでね、うん、なんかそれで全然打球が追えないって高校球児の話で、特にレフトライトってちょっと斜めから見てるからこう飛んでくる感じが立体感で、センターってまっすぐ飛んできた感じって距離感が本当に掴みづらいんだよ。センターライナーですよ。うん、でそれをやっぱりなんかある程度こう自分の中で今までの感じで音とかさ打ち方とかだからさ、でビヨンドベコーとかっていうくせにさ頭越えられたりさ、今までベコーなんて言うとして頭越えたことなんかなかったからさ、ビヨンドとかめっちゃ出んの、うん、なんか打球速度とかも感じたことなかったけど、本当なんか落ちてこない。あ、伸びる。フライが落ちてこない。ずーっとなんか、あ、完全にゴム製なのか。ウレタン樹脂みたいな感じだから、柔らかいんだよ。縫ってたの打ったことあるじゃん。ビヨンド使ってるやついたじゃん。あ、それはいるか。持ったことあるかもしれない。でも確かになんかちょっとや、なんか押せば、ちょっとそう。5までいかないけど、ちょっとなんか、いや。今でも分かんない。丘の上、こうやってしないと、まあ、これもあるし、ね、1回とか2回は超えてるけど、この時間になってくるとちょっと内野はマジで本当になんか自分のために超えた感じ、寂しい寂しい眠り暇今ないんですか。